まあ、お互いの位置関係を、まあ、こう紙にかぶせるだけで、ただ2台のロボットが連動していただけなのが、まあ、シャフトに虫に見えるっていう、うん、こういうこの紙1本で見立てられるっていうのは面白いなと思いましたそうです、ね、あとちゃんとはみ出ないように考えて、まあ、経路計画して動いて使えるっていうのも実はやってます。